心にとって大事なことって心の外にある場合があって、もう人間関係とか自分自身向き合いすぎて辛くなってる時とかに、もうどんどん自分について言葉を費やして考えていくよりも外部に目を向けることがすごく大事なんですよね。皮膚もそうだし髪もそうだし、私はやっぱりモイストが一番すごくしっくりきて、乾かしてるんだけれどもしっとりすごいツヤツヤしてるなっていう風に感じたんですよ。髪っていうのは一番重要なモチーフなんですよ。コンプレックスの対象だった時期もあるし、私の大切な大好きなお母さんを表すものだったので、すごく原風景ですね、髪っていうのは。